登場いただきましょう。行きましょう。皆さん拍手をお迎えください。ウリュウ正義選手でーす。来た来た、本物ですよ。よろしくお願いします。ウリュウ正義選手でーす。お願いします。さあね、さあ皆さん撮ってください、写真撮ってくださいね。こんなチャンスないですからね。いいですね。スーツのウリュウ選手ですからね、はい、選手紹介の時はもう来てますからね、はい、いつも普段ヘルメットかぶってますからね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お座りください。おかけください。はい、お願いします。今日はね、時間もそんなないんですけどね、聞けることをね、はい、どん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 いきます、こんな機会ないですからね、はい、先ほどね、ご挨拶させていただいたウリュウ選手に、はい、NG はないということで、はいはい、大丈夫ですねと、大丈夫ですねということで、はいはい、ね、何でもいいんですか。大丈夫です。こんなこともはい、あ、じゃあちょっともうガンガン聞いていきたい、ガンガン聞きたいことありますからね、はい、まあじゃあ初めに最近のね近況の、成績というかその、はい、どういう感じかっていうのを聞いていきたいと思うんですが、はい、最近オーシャンカップと SG ですね、オーシャンカップとメモリアルがあったんですが、はい、うん、どうでしたか。まあはい、実力は出せたとは思いますけども、はい、常に実力はね出してますからね。オーシャンが 3着、はい、優勝戦には乗りましたけど、そうですね、はい、6号艇で、6号艇、そうですね、さすがですね、やっぱさすがですね、さすがですから、はい、やっぱウリュウ選手5年連続で SG 取ってますからね、去年まで。すごいです。すごい、はい、すごいですよね。ありがとうございます。ちゃんと計算してですよね、もちろん。あ、今年取ってねえな、そろそろ取っとくかで、そんなノリでやるの去年ダービー取った時はそうですよね。今日バイトった時は、はい、今年まだ取ってねえな、取っとくか。ああ、それはないですか。常に取りに行ってんだよ。取りには行ってます。あ、そうですか。そうですね。その中でも、今までで一番思い出に残る SG なんか聞きたいですね。自身ではありますか。まあ結構はい、覚えてるのは覚えてますけども、はい、まあ、これ一つだけ出せって言われてもあんまり出ないのが現状ですよね。現状ですか。現状、初優勝とかね、僕ら感動しましたけどね。あ、初優勝、初優勝、住之江です。大田川、あ、素晴らしいですね、はい、やっぱりウリュウ選手ね、もっと早く僕は取ると思ってましたからね、はい、ね、チャンスはありましたから、まあはい、まあ、もっと真剣に取り組んでればよかったんでしょうね、はい、ちょっと待ってください。どういうことですか、はい、真剣ではなかったんじゃなかった。いや、まあ、若い時は、まあ、いろいろな若気の至りがいろいろありまして。どんなことがあったんですか。やっぱ天才だったりとか、ね、デビューした時は天才って呼ばれてますから、うん、まあ、ちょっと、はい、ね、まあ、天狗になってたりもあるんですけど。そうなんですか。天狗になってたのにあの成績すごすぎますよ。すごいですね。その同期の原田選手とかが先に SG 取った時とかはどういう気持ち。いや、もうすごいなっていう、そういう感じですよね。なんか、なんて言うんでしょう、悔しい思いとかもなくて全く、はいはい、あ、そういうのなかったんですか。全然なくてですね。あ、じゃあ僕らが同期に芸人やってて江戸晴美がいるんですけど、はい、その時と同じだ、気持ちとして江戸晴美が勝手に売れていった時の気持ち、今見る悔しいっていう気持ちあんまなかったんで、それと一緒だ。あんまりピンとこないですよね。そうですね。そうです。会場もおそらくピンと来てない。ピンと来てないんで。で、やっぱり、じゃあそんなに SG の思い入れがないってことは、まあクラシックとグランプリが、あと5大競争の中では5大競争制覇ってあるんですけども、はい、あとクラシックとグランプリだけ取ってないんですよ。まあでも、それもありますけども、なんか、はい、今年からなんかメダルが始まりましたんで、はい、また1からじゃないかなと思ってますけど。なるほど。第1から。その気分なんですか、1からの気分で。なんかメダルが確かすごい高価なみたいですけどね、はい。いくらでしょ、1億とか。いやいや、100万、200万とか。全然違うよ。高価は高価ですけど、1億のメダルってなんだよ。オリンピックでも300万つってもそうですね、そうですね。ダブリが多いですよね、ウリオさんって。そうですね、SG の。だって笹川賞、笹川賞ですよね。あ、そうですね、ウリオスター、ウリオスター。ダービーは一つでしょ、二つ。ラビ2回、いいですよね、はい、モーターボート2回です、2回ですよね、はい、ダブリが多いんですよ、うん、そうですね、まあなかなか綺麗にはね、そうですね、多分、はい、その抽選運もありますし、だからもう1回取ったやつはもう取る気ないですよね、ウリュウさんも。いや、そんなことないでしょ。それは取りに行ってますよね。平和島、久々ですか、来られたのは。去年のダービー以来だと思います。おー、褒めた。去年ね、はい、ここで、ここ上がってますからね、
優勝して。そうですね、まだ鮮明に覚えてますけど。覚えてますか、はい、あの時はどうだったんですか、やっぱイン逃げですよね、確かイン逃げでしたけども、はい、はい、なんかまあ、雨っぽい天気だったような気もしますしね。雨っぽい天気、はい、やっぱそれはもう絶対勝つつもりでいったわけですよね、そこはね。まあ、はい、なんとか全然それでもないんだよ、あのウルさん、優勝戦の時、SG は、はい、インの時と、はい、それ以外の時って、はい、どっちの方がその待ってる準備の時にプレッシャー少ないですか。いや、プレッシャーっていうか緊張はやっぱり一号店の方が大きいと思いますね。一号店、やっぱ売れてますしね、皆さん買ってくれてますし、うん、まあ、それもありますし、こう、まあ勝てるチャンスじゃないですけど、あ、そうですね、なんかそういうのをこう意識するとやっぱり緊張はしますね。チャンスがある時こそね、はい、はい。じゃあ今日は平和島結構得意というか、まあ初優勝が平和島なんですよね。そうですね、96年でデビュー1年7ヶ月ですごい、優勝者早いですで、ダービーも勝ってて去年、で今日来てる皆さんのためになんか平和島はここのボートレース場と違うよみたいなとこってありますかね。好きなんですか、まず平和島は。はい、好きですね。ああ、はい、走りやすい、まあ、ちょっと狭いので、はいはい、走りやすいかって言われたらそうでもないんですけど、はい、走りやすい、どこのコースでも、まあ、そのチャンスは高いと思いますね。外でも、なるほど、外でも、まあ、外でも勝てるボートレース場、勝ちやすいっていうか、多分確率は高いとは思います。あ、そう、1年7ヶ月だからね、すごいですよね、うん、1年7ヶ月何してた、デビューしてから1年7ヶ月何にもしてなかった、ね、何もしてないだろ1年7ヶ月優勝しちゃってんだから、とんでもない差が生まれてますね、そこで。いや、そうですよ。僕ね、ウリュウ選手が、G1 初優勝した時に見に行ってんすよ、トコナメ、はい、マーメイドグランプリ。あ、そうなんですか。覚えてないですか、僕、出待ちで、出待ちしたんすか。ウリュウ選手出待ちしたんすよ。で、僕その時高校生で、おう、制服のまま、はい、生徒手帳にウリュウ選手サインから、サインもらったんすか。あります、まだ、うん、まだあるんです、まだあると思います。あ、そうです。覚えてないですか。覚えてないです。うわー、これその時の覚えですよ。その時のレースは覚えてますよね。森下俊介選手がフライングして、はい、そうです、ああ恵まれたやつですね。4号艇、はい、4号艇ですかね、はい、すごい、10年以上、20年近くですよ、ね、すごい人が現れたってね。あ、もうちょっとお時間の方がね、なんか聞きたいことあります？あっという間です。いや、僕じゃあ、はい、いいですか、はい、平和島だけの、はい、なんか、はい、ありますか、ウリオさん。平和島、普段は全然4コース好きじゃないんだけど、平和島走りやすいとか、平和島だけなんか気をつけてることみたいってありますか。いや、まあ、平和島もそうですけど、まあ、狭いんで、はい、スタートだけは絶対遅れたくないなと思う。なるほど、スタート遅れたらもうレースにならない、もう何もできないんですよね、はい、じゃあスタート行く選手がやっぱここも有利、強いと思いますけどね、より有利ということで。あ、ちょっとお時間の方がね、はい、来てしまいましたので、また次のステージ9レース、はいはい、発売中にここにウリュウ選手来ていただいて、まあるんですね、はい、その時はもっとプライベートなところまで、なるほど、なるほど、聞きたいと思います。聞きたいです、ね、何でもいいということなんでね、はい、ぜひ9レース発売中にお集まりください、はい、ということで、それではウリュウ選手退場します。ありがとうございました。おー、ありがとうございました。9レースまたお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。正義選手です、どうぞお願いします。さあ来た、お願いします。ナイス。さあ お座りください。ウリュウ正義選手です。どうもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうぞ。じゃあ我々も座りまして、はい、いただいて、はい、さっきはね結構固い話をね、はい、はい、しましたけども、はい、もっと聞いていいんですよね、ウリュウ選手。まあ、はい、はい、はい、少しなら少しならあれちょっとトーンダウンしてますけど大丈夫です。こいつら何聞くか分かんねんっていうそんな無茶苦茶な人間じゃないんでね、僕ですね。だから最近ハマってることとかそういうことですよ、そういうことですね、僕らが聞くってことは、はい、そんななんか、いく、はい、一番いくらもらってるとかそういうのじゃなく、最近いくらもらってるのは公表してますからねそう、分かんないだろ最近ハマってることとか趣味みたいなこと、はい、趣味とかね、なんかその辺からちょっと、ね、そう探り探りいきましょうよ。そうですね、まあ、ウルー選手がちょっと前までは、はい、妖怪ウォッチしてました。あ、妖怪ウォッチ、お子さん、そんなのするんですか。お子さんいらっしゃるんですか。そうですね、子供たちがやってるの見て、はい、相当面白そうだったので、はいはい、買ってもらいました買ってもらった
構やり込んだんですか、じゃあ。まあまあやって、はい、もうだいぶストーリーはもう全部やったので。うわ、やり込んでる。意外ですね、なんかね。意外だね、はい、宿舎でも。宿舎はちょっとゲームできないんで。ゲームできないんだ、はい、通信機能があるとね。そうなんですよね。ダメですよね。あ、宿舎とかでは逆に何やってるんですか。もう宿舎はもう、はい、そのまあ、一緒の部屋の、はい、同僚と話したりとか、はいはい、まあ、テレビ雑誌ですね。雑誌、はい、いや結構ですもんね。だって1週間とかですもんね。そうですね、はい。だから、まあ、テレビとか雑誌を見てらっしゃるということは、はい、まあ、僕ら言うても、はい、皆さんね、ほとんどの方知らないと思いますけど、まあ、芸人、はい、吉本の芸人やらせてもらってるんですけども、例えば好きな芸人さんとかって見たりするんですか。はい、まあそういうふうにあんまり見てないんですけど、まあ応援してる芸人さんとかもはいますけども、まあ陰ながらですけど、はいはい、誰ですか。あ、花丸さんとか。あ、はい、そうですよね。もともとそうですね、そうなんですよね。福岡の時から交流が少しあったんで。花丸大吉さんはね、はいはいはい、じゃあ僕、福岡出身で。あ、そうですか、はいはいはい。なんでじゃあそのリストの中に僕も。あ、はい、こんな簡単に入れるんですね。こんな簡単に。もしじゃあ他の場所 で、はい、でもしお笑いの話になって応援してる、はい、いたら 花大さん、はい、と僕トンファーって言うんで、はい、トンファー。トンファー、はいはいはい、俺出待ちしてるから。ウリュウ選手。いや同郷のよしみでね、それはね。いや俺は本当浜の湖の SG でも出待ちしてるから。なんか共通点ないかな俺も。まあでもだいぶいっぱい、はい、結構応援してる人いますよ。そうなんですよね。結構交流あったみたいなんですよね、昔も。あ、そうですよね。吉本の先輩とか聞いたことありますもん。はい、東京来る来る時はお食事会があるっていう。そうですよね。芸人とウリュウ選手の。はい、そうなんですか。呼んでいただいたりしてました。はい、花丸さんがそういうのを場を呼んで。花丸さんはまだこっちらに出てきてない時とかに、はい、もともと福岡吉本の方で、はい、東京に来てる方、ラブさん、はい、ラブさんっていう、はいはい、同級生なんですよね。いや、二つ上です。あ、二つ上なんですか。同じ学校なんです。同じ中学、片方は同じ中学校で、はい、へー、そういう人がいて。ウリュウ選手、今東京住まいなんですよ。はい、ほら、え、東京住んでんすか。はい、でも僕も今東京住んでます。いや、みんな住んでる。そうですよ、みんな住んでる。東京支部は福岡のままです。福岡のまんまです。え、それな、なんでって聞いていいんですか。なんで、まあ、家庭の事情で。家庭の事情、はい、そういうことあるんですね、ずっと福岡に、はい、支部は福岡だもんね、まあ、そうですね、はい。じゃあ、空いてる時間あれば、はい、ちょっとだから、そのお食事会参加しようすんの。いや、もうこれ、ウリュウ軍団なんで、もっと、もっと質問してよ。質問ね、はい、うん、なんか自由時間ってあるんですか。その東京来て、東京のお気に入りスポットとかあったりするんですか、ね、いや、まだなん手探り状態。手探り状態ですよね。東京が必要です。時間もないですもんね、東京来て。そうですね。はい。ね。やっぱ食事とか気をつけてんすかね。そのボートレース選手はやっぱ気をつけなきゃいけないですからね。そのもう僕に関しては、はい、食べるものはほぼ食べます、大体。特に制限は。制限はしないです。まあ少ししますけど、もうほぼ食べて痩せ。はい、るっていうスタイルですね。食べた分動けばいいっていう、そういう感じで。なるほど、僕と一緒ですね。いい、僕今プロボクサーなんですよ。はい、あ、そうですか。芸人やりながらプロボクサーもやってるんですけど、でこの前試合やったんですけど、はい、僕もまあ食いたいのは食って、はい、動いて、で痩せないまま試合に臨んでね、えらい目に遭いましたけど、彼は。共通点、階級上がっちゃってね。共通点見つけなくていいから、無理やり。はい、そうなんです。あ、食べるんすね。じゃあ食べますね。そうね、食べるんだね。好きな食べ物とかあるんですか。いや、もう嫌いなものがほぼないので。好き嫌いもなし。まあ最近は肉、お肉の方が好きです。なんかよく食べたくなります。お肉を、まあ魚より肉の方が食べたくなります。あ、はい、若いですね。若いですよね。若いですよ、やっぱ。あ、でも高級なあのか刺しがいっぱい入ってるのはちょっと食べれないです。あ、肉肉しいやつ、ハラミとか、ああいうどちらかというと赤身の、はい、赤身というのが。いや、それも若いですね。若いですね。そうですか。学生とか絶対そっちの方が上上って食べますもんね。やっぱ若いんだよ、はい、そうね。だって僕、僕一つ上になるんですよ。はい、一つしか変わらない。え、おじさん上なの。上です。一つ上。そんな年取ってるんですか。え、
そんな年。そうですよ、そうですよ。おいくつですか。愛されて39年ですから。いやいや、誰も愛してないよ、はい、老舗の和菓子屋みたいな紹介やめてください。もう収入で言ったら 何百万分、ね、そりゃそうだよ。大変ですよ。そうね、そうか。じゃあまあちょっとね、またお時間のなくなってきてる。ちょっと早いんですよ。早いんだよ。いろいろね。やっぱね、しっかりしてるからね。でも最後にね、今年やっぱ平和島でグランプリがね、ありますから。平和島でね。まあほぼね、もう当確と言ってもいいでしょう。もうね、枠も広がりましたし、出れると思うんで、そこへのね、意気込みなんかをね、ちょっとファンの皆さんに聞かせていただいて。そうですね、もう本当グランプリは、まあ、結構住の上でやることが多かったので、まあ、平和島で開催されるってことで、まあ、貴重な SG だと自分の中でも思ってますんで、まあ、できる限りの力を出したいと思ってます。あ、素晴らしい。いや、拍手出ました。素晴らしいですね。やっぱ10年連続ですからね。やばいっす。賞金王すごいっすよ。聖光学院でもね、甲子園でいいところね、7年8年でしたからすごい。10年だよ。だってもうそんな覚えてないって言ってましたもんね。そうですね。もう何年なのか分かんないですけどって。あ、もう今回そろそろっていうね、気持ちはもう。いや、そろそろ見たいですよ、やっぱり。まあそうですね、賞金王は優勝したいレースですね。そうですね、はい、だってグランプリって名前変えてね、でなんかちょっと新規一転って感じですからね。あ、グランプリですね、はい、違うし。そうですよ、なんかいろいろ変わってるんで、なんかね、そうですね、はい、あります。なんか流れ来てる感じしますね。流れ来てると思って、はい、初優勝ここですから。平和島ですからね、はい、そう、決まりだ。これもう見たいですよね、やっぱ瓜生選手が優勝するところね、はい、ここで黄金のヘルメットってことですよね、はい、取った場合。そうですよ、この場で、この場でですよ、ヘルメット、はい、見たいですね。見たいですね、はい、ということでお時間の方が来てしまいましたので、はい、ね、グランプリの頑張っていただくということ で最後に今日はですね、皆様に、あら、ウリュウ選手のサイン入りピースターを、ウリュウ選手、いやいやいや、集まってきましたよ。早いですね、早いですね。これ投げていただいて、5つ、はい、5つね、5つ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、押さないで、優しい、優しい、優しい、ありがとうございます。ありがとう。ウリュウ選手やっぱ優しい。数に限りはありますからね、うん、結構後ろに投げちゃう選手いるんですけどね、ちゃんと一番前に来て選手にこう怪我せんように、ね、怪我しないように、怪我しないように、ありがとうございます。じゃあね、年末のねグランプリ皆さんも来てくださいね、はい、来てウリュウ選手応援してくださいね。応援しましょう、しましょう。ということで、はい、本日のゲストはウリュウ正義選手でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。